はい、どうも、こちら、ロクテロリです。皆さん、マグネットボールって知ってますか？インフィニ、マグネットボール以外の呼び方を知らないんですけれども、今回はこちらですね。こんな感じのマグネットボールなんですけど、一つ作品を作ってみました。こんな、マリーみたいな、手マリーみたいな。これ、ちょっとなんか三角形がいっぱい集まってて可愛いでしょ。こちらはね、マグネットボールを今日届いたので、早速レビューしていきたいと思うま、なんか、5ミリと3ミリが、で、迷ってて、後々から知ったんですけど、5ミリの方が扱いやすいらしいんですけど、僕3ミリ買ったんですよ。3ミリ意外と、楽しいですよ。はい。はい。とても楽しいです。普通に扱えますよ。はい。なんか別に、あ、やりづれーなーとか、うわ、このままイライラするとか全くなくて、普通に遊べます。で、これなんか頑張って作ったんですけど、今回はレビューのために壊しちゃいます。あ、ちょっとサムネ撮ろう。壊しちゃいます。ああ、もう元の元には戻らない。僕たちの関係はもう元には戻らない。まあね、こちらは、6×6×6 の立方体ができる、216個の、丸っこい磁石があるんですけど、もうこんな感じでね。はい。じゃちょっと1本の磁石にしちゃおう。意外とほどくっていうか、1本の磁石にするのが面白いから、早送りっつ、はい、というわけで1本になりました。これね、ネックレスみたいですね。こんな感じで、もういかつい。この磁石は、ネオジムなのかわかんないです。でもとりあえず磁力はすごいですね。はい。こんな感じなんですけど、もう本当に面白くて、はい、もう今こんな形になっちゃいました。で、取ると、もう意味がわかんないですよね。今、一つの輪なんですけど、あれ。はい、もう、ここら辺とか、もうちぎれました。はい。なんか、ボールチェーンみたいですよね、見た目。なんですけど、円がいっぱいできましたよ。はい。こんな感じで。パンダみたいですね。わかるかな？で、もう、本当に。じゃあ、楽しいんですよ。僕、今日帰ってきて、2時間ずっと、宿題をね、帰ってくる、すぐやるタイプなんですよ。なのに、宿題そっちのけで、今回は珍しく、2時間ほど遊んでしまいました。これね、例えば一直線から、こう、巻き巻きします。じゃちょっと、こちらも、早送り。こんな感じでね、1個余るんですけど、1つの五角形ができました。もう今ね、伝わるかな？もうゴロゴロもあるんですよ。磁石なんで繋がってないんで、ね。例えばじゃあ端っこをね、この端っこを全部ここに入れます。はい。そしたら、もうマグネットなんで。パチッとくっついて、こんな感じで段差ができて、小皿みたいになるんですよ。めちゃくちゃ面白くないですか、これ。本当にもう、これ知った時一目惚れしちゃいまして、前々からちょっと気になってたんですけど、アメリカかな、多分アメリカですね。すごい前から、ベッドナイティーっていう、VAT19 って書いてベッドナイティーって読むんですけど、その、チャンネルが、普通に商品紹介をしてるんですけど、ただ商品紹介をしてるわけじゃなくて、本当にもうアメリカのサイトを作ってて、もうそこのベッドナイティー .com っていうサイトから、
もう普通に買えるんですよ、その紹介されてるものが。それで知って、まあちょっと面白そうだなって。これの四角バージョンもあるんですけど、立方体がいっぱいつながってて、まあちょっとそれに、まあ、一目惚れしてしまって、ようやく買うことができたというものでございます。はい、これどうですか、実際これどう思います、皆さん。やっぱね、これはすごい、なんか僕のお母さんはこれ、そんな よくやろうと思ったねって言われたんですけど、まあ人によると思います。これを面白いと思ってやる人もいるかもしれないし、このまあ集合体恐怖症の人とかこれやばいですよね。でこんな感じでこうなんか個数をちゃんと計算して作るとかじゃなくて、普通にがむしゃらにこんな感じで粘土みたいにこうやって触ってるだけでも全然面白いです。適当にもうこんな感じでやってればそこそこの形になりますし、はい、はい、これひよこ、はい、ごめんなさい。なんかね、すごいもう無限大だと思うんですよ、本当に。で僕あのクリスマスプレゼントね、まだちょっと決まってなくて、それでまあちょっとこれの、まあ、2個目3個目欲しくなってきちゃったなっていう感じです。もう本当にめちゃくちゃ面白いので、絶対にもう買った方がいいです。買ってください。はい、僕 Amazon で買っちゃったんですけど、 eBay とかで買うともうちょっと安く済むかもしれないですね。でもその分 Amazon とは違って海外からの発送になるんで、 eBay は時間がかかると思います。届くの3週間ぐらいですかね、うん、場所によると思いますけど、はい、そんぐらいかかるんで、まあそこら辺をご検討ください。まあ Amazon でこちらは700円ぐらいでしたね。プライムで、おととい頼んで今日届きました。で立方体に 6×6×6 の立方体の状態で来ると思ったら、普通にビニールにバラバラできちゃったんで、ちょっと立方体にするのが大変です。というわけで皆さんもぜひこれで遊んでみてください。じゃあ最後にレゴルって作ります。できなかった。